でも役に立つ。お前とも会わせてくれたしな。二人っきりだ、しおり。もう誰にも邪魔はさせない。もうちょっとだけ、俺に付き合ってくれよな。パトカーのナビシステムに干渉されちゃったみたい。マニュアル運転中に強制割り込みをかけられるだなんて、敵は相当できるクラッカーじゃないかしら。佐藤春人たちの行き先は？それもさっぱり。 GPS データも街頭カメラやスキャナのログもいつの間にか全部消去されちゃってたのよね。さすがの私もお手上げだわ。佐藤春人がクラッキングを仕掛けたということか。だがプロフィールを見る限り、奴の情報処理の交差ポイントは決して良いものではなかったぞ。はいはい、しおりちゃんが協力してるってのは？だって二人とも仲良かったんでしょ？その可能性は低いと断定できます。松方しおりはこちらに助けを求めていました。また彼女の情報処理能力の交差ポイントもこのクラッキングができるものではありません。となると別の共犯者がいるな。佐藤春人に協力しているクラッカーがいると言いたいのか、鴻上。そうとでも考えなければ説明がつかない。問題は、助けて！お困りですか？厚生省アーバンサービスは市民の皆さんの健康な生活をサポートしています。そんなことより通報して、あなた公安局のドローンなんでしょ？何やってんだお前！トイレじゃなかったのかよ！何逃げてんだよ！ごめんなさい、ごめんなさい！重篤なストレス反応を検知しました。色素をチェックします。色素、シエンナ。速やかに専門の医療機関で、メンタルケアを受けることを推奨します。ほら見ろ、色素チェックに引っかかっちまった。俺たちお尋ね者だけど、捕まりゃしねえさ。なあしおり、逃げても無駄だよ。っていうか逃げんなよ。助けて！騒ぐな！ひどいことしたくないんだよ。うわ、こじれてるこじれてる。大昔のドラマ見て。これが地上のもつれってやつ？これで終わり？映像は記録されてないんですか？記録されていません。消去された可能性が高いです。ただドローンのフェイスレコグニション機能は正常に作動し、音声データの識別も完了しています。いるかどうかわからない共犯者の話は後だ。一刻も早く佐藤春人を確保に向かうぞ。でもさ、どうやって探します？この街結構広いっすよ。彼は典型的な DV を起こす男性のパターンに当てはまっています。松方しおりを都市に連れてくる際に脅迫したことからもそれは明らかですが、この先暴力がエスカレートする可能性が高いとあんたは見てるのか？はい。早く見つけないとやべえってことじゃねえか。こういった男性は相手をコントロールしたがるため、自分のテリトリーから出ることを良しとしません。佐藤春人の生活圏内にいる可能性は
高いと思われます。となると古典的だが、家宅捜査なり聞き込みなりで普段ハルトがよく行く場所を調べるのが早いな。そんな原始的な方法では解決に時間がかかりすぎる。佐渡海上市中のドローンを全て動員し、捜査範囲を広げるべきだ。クラッキング対策はどうするんです？問題ない。ドローンとの情報共有をリアルタイムで継続的に行い、監視網を形成する。敵が情報操作をする前に尻尾をつかむんだ。俗に言うしらみつぶしですね。聞き込み操作と同じくらいに古典的な手段だと思われますが、有効な判断です。古典的だと？はい。使用しているものが人間かドローンかの違いはありますが、刑事は足で稼ぐという古典的な言い回しを体現するような手段かと。井野座さんも俺たちと同じデカってことか。口を慎め。俺が貴様ら執行官と同じだというのか。ギノザ監視官、落ち着いてください。事件を解決する有効な手段の考案に監視官、執行官の区別はありません。俺は冷静だ。私にはあなたが激昂しているように見えます。ご自分の感情を正確に理解され、平静を取り戻していただかねば、あなたの判断を信頼できません。俺の方が執行官より信用できないというのか。もう二人とも今は言い争ってる場合じゃありません。どうするか早く決めないと。こうしている間にも時間はどんどん過ぎていってるんですよ。そうだぜギノ、だいたいクガたちだって別にお前の捜査方針を批判したわけじゃないだろう。ならば俺の捜査方針に従えばいいだけだろう。いえ、二つの捜査方法は同じくらい有効だと判断しました。よって私はチームを二つに分けることを提案します。それいいですね。じゃあギノザさんはドローンの指揮をお願いします。私は正岡さんたちと聞き込みをしますから。わかった、いいだろう。オートナビを外した車も2台ある。それでクガたち、君はどちらにつく気だ？ではギノザ監視官とともにドローンでの追跡捜査に加わらせていただきます。聞き込み捜査の方を評価していたのではなかったのか？言動の捏造はやめてください。私は同じくらい有効だと判断しました。聞き込み捜査の方が有効だと考えているのはギノザ監視官の方ではないでしょうか。いつ俺がそんなことを言った？頑なに私が聞き込み捜査を評価しているとおっしゃるのは、自身がそう判断しているが認められないことの裏返しから来る言動だと考えましたが。クガタチさん、議論はそこまで。出動します。からの森さん、クラッキングで破壊されたデータの修復をお願いできますか？はいはい、できるだけやってみるわ。アカネちゃんも大変そうね。もしかしたらその子ラボ生まれなんじゃない？からの森さんってば。
記憶はありませんが、両親は存在しています。ラボおよび類似の施設で誕生した記録はありません。うわ、マジ冗談通じない系？もしかしてなでしこちゃんってドロイドか何か？擬態に乾燥したこともなく、脳も生身のものです。私には人間らしさがないということでしょうか。ないない、マジ人形みたいだもん。なでしこちゃんに比べたらまだクニッチの方が人間らしいよな。それどういう意味かしら。あら、弥生は情熱的じゃない。ほら、シュウ、言い過ぎだぜ。俺らには分かりにくいだけで、久我たち城だっていろいろ思ってることはあるだろうな、久我たち城。ねえ、ふざけてないで、さっさと出動するぞ。オートナビがない以上俺が運転する。構わないな。はい、お任せします。少しスピードを出しすぎでは。法定速度内だ。外の様子も視認できている。問題ない。ギノさん、結構スピード強だよね。スピードを好む人間は社会から抑圧を受けているケースが多いそうです。今の環境にストレスがあるのでは。余計なお世話だ。国塚、ドローン網の展開はどうなっている。完了しました。システムの同期も順調です。クラッキングの形跡もありません。よし、監視を怠るな。容疑者の車を発見したらすぐ知らせろ。了解。問題は俺たちがどこへ向かうかだが。それについてですが、現在佐藤春人の素行、成績などのデータから行動分析予測中です。なるほど。では考えを聞こうか、久我たち監視官。彼のこれまでの行動から予測されるのは、住居区域へ向かいましょう。佐藤春人と松方しおりが通っていた学校もあり、最も身近な場所のはずです。みっけ、ドローンがピコピコ反応してるぜ、ギノさん。場所は？住居区域内、すぐ近くです。今マップを表示します。待ってください、クラッキングを受けています。なんだと？うわ、なにこれ、どんどんドローンがマップから消えてくんすけど。公安局のドローンにまで干渉できるというのか。ギノザ監視官、そのまままっすぐ、視認できました。厚生省公安局です。そこのレンタカー、即時
停止しなさい。停止しない場合は鎮圧対象となります。ギノザ監視官、松方しおりが救助を求めています。分かっている。エアクッション。ちょ、ギノさん、何やってんすか。俺じゃない、勝手に停止したんだ。国塚、状況を確認しろ。マップデータが書き換えられたとしか考えられません。我々は通行可能なルート外へ逸脱しようとしたと判断され、車のセーフティー機能が作動したんです。オートナビを取り外したはずでは。オートナビは取り外せますが、セーフティー機能は不可能です。どうするよ、このままじゃ逃げられるって。手がかりを失ったわけではありません。車のマップデータは消されましたが、この道そのものが消えたわけではないのですから。追いましょう、どこまでも。それが私たちのなすべきことです。条件は何だ。無駄話なら切るぞ。ちょっと短期は損期よ。せっかくハルト君の手がかりを見つけたっていうのに。本当か。とはいえあまり状況良くないわね。色相がディープレッドまで落ち込んじゃってるわ。あらら、俺らの仲間入りかね。まだそうと決まったわけではありません。空の森分析官、その後彼らはどこへ。ごめんね、なでしこちゃんの期待に応えたいとこだけど、そこから先はまたデータを消去して雲隠れ、続きは別料金ってとこかしらね。いくら払えばよろしいのでしょう。グガたち、相手にするな。常森班から連絡が入ったから切るぞ。空の森、引き続きデータの復旧に努める。はいはい、後でたっぷりサービスしてよね。ああ、ギノザさん、鶴見だ。ハルトのやつは本当にしおりが好きだったんだ。引き離されてあいつはおかしくなっちまったんだよ。俺たちは図書館へ向かうことにする。そこがハルトとしおりが一番長い時間を過ごした場所だからだ。報告は以上だ。了解した。常森も同意の上なら俺から言うことはない。次の報告を待つ。常森班は図書館へ向かうそうですが、私たちはどうします。行き先としては常森班の挙げたショッピングモールや公園などが考えられますが、それ以外の候補の可能性もある。つってもそれ言い出したらキリがないって。急がないと激ヤバっしょ、しおりちゃん。この状況で手がかりもなく走り回るのは愚策と言えます。分かっている。その上で
可能性を排除すべきではない。その意見には一理あります。その他の可能性も踏まえた上で佐藤春人の行動を再分析、行き先を予測します。ここはすでに常森班が捜査した場所ではないのか。常森監視官から公園を捜査した報告は受けていません。それに時間が経過しています。ここに移動している可能性もゼロではありません。ああ、こんだけ広いとキャッチボールしたくなるよな。私は付き合わないから、剣にでも頼みなさい。タクちゃん、そういうとこ付き合い良さそうだもんな。キャッチボールは親睦を深めるために良いと聞きます。よければ私も参加しても。執行官の外出に同行するのも監視官の仕事のうちですし。え？マジで言ってる？おい、無駄口を叩くな。なんだと？容疑者が見つかった？場所はどこだ？分かった。こちらもすぐに向かう。戻るぞ。容疑者と被害者は図書館にいる。すみません、判断を誤りました。気に病む暇があったら走りましょう。間に合わせないといけません。国塚の言う通りだ。急ぐぞ。なあ、よくここで一緒に勉強したよな。楽しかったよな。なんとか言ってくれよ。なあ、しおり。なんでそんな顔すんだよ。俺のこと嫌いなのか。あんなに一緒にいたのに、あんなに好きって言ったのに、お前だって好きって言ってくれたのに。来ないで。こっち来ないで。隣に行くだけだ。前みたいに二人並んで、ここで勉強ばっかしてたよな。閉鎖されちまったんだぜ、お前が東京へ行くのと同時に。私のせいじゃない。私悪くない。何にもしてない。だよな、俺たち何にもしなかったよな。手ぐらいは握らせてくれたけどさ。来ないで。騒いだって誰も来ねえよ。ここ廃墟だしな。無駄だ。ここには俺たち二人っきりさ。誰か！知ってるか、ここって密室なんだぜ。なあしおり、何でもできるぞ。何でもだ。閉館時間も人の目も物音も気にせずに好きなだけさ。いや、いや！お前の言うことなんかもう聞かねえよ。だってお前は俺なんか捨ててったんだもんな。